も皆様こんにちは、刑事チャンネルです。暑いね。あったかくなってきました。まあ皆さん汗だくなんじゃないかなと思いますけれども、そんな暑い中ね、ゲームも暑いということで、皆さん気になってるゲームってありますかね。皆さんそれぞれあると思うんですけれども、僕はね気になってるゲームが今現在800本ぐらいあります。キリがねえんだよ、気になりすぎて。まあそんな気になってるゲームの中から一つですね、ご紹介したいなと思っております。もしね動画がね、楽しいなと思ったらぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。まだチャンネル登録されてない方はね、しておくと特にいいことはないかもしれないんですけれども、ギリかなんかでチャンネル登録してくれると嬉しいです。ということで、気になってるゲームをご紹介していきましょう。気になってるゲームはこちら、天水のサクナ姫。このゲームはですね、2020年11月12日発売予定となっておりまして、対応ハードは PS4、Nintendo Switch、パソコンは Steam となっておりますね。この3つに対応という形になっております。開発しているところが、エーデルワイスっていうですね、インディー会社だと思うんですけれども、同人ゲームサークルっていうふうにも書かれているのですけれども、まあ、インディーのところが開発しておりまして、発売元はマーベラスとなっております。これが非常に気になっているんですよね。このゲームね、発表されたの自体はね、結構前なんだよね。多分2年くらい前からすでにゲーム自体は発表されていたんですけれども、先日ですね、任天堂ダイレクトミニがありまして、その中のゲーム紹介で発売日が発表されておりました。結構ね、待ってたっていう人も多いと思いますし、その任天堂ダイレクト見て気になったっていう方も多いんじゃないかなと思います。このゲームですね、和風アクション RPG となっておりまして、正直ね、このゲームほぼ個人的にね、個人的にほぼ完璧なゲームなんじゃないかなと思ってますね。で、今日の動画では個人的に、どこが何が面白そうなのかみたいなのをちょっとねお話ししていきたいななんて思っております。まずね、いいなと思うのはね、グラフィックなんですよね。グラフィックってさ、もっといいゲームいっぱいあるよ。もちろんね、いっぱいあるよ、ね、ただグラフィックってね、別に何もリアルであればあるほどいいっていうわけでもないなとは思ってるんですよ、ね、でさらに言うと、お金がかかってる豪華なグラフィックである必要もそんなにないんじゃないかなとは思っております。言ってもこのゲームのグラフィックにはお金かかってそうな気はするんですけれども、ね、じゃあそのグラフィックで私がいいなって思った部分ってどこなのっていう話なんですけど、まずはね、キャラのビジュアルがね、それぞれ個性的でめちゃくちゃ魅力的なんですよね。それがその魅力をうまく活かした状態でゲームで表現されてるなというふうに感じます。ぶっちゃけね、美少女アニメの感じはね、僕そんなに得意ではないんですよ。いや本当だって。何それ、全然信じてない感じ。みんなめっちゃ疑ってるじゃんね。いやこれ違う。これは違うんだよ。違うそうじゃない。ちょっとこれに関してはちょっとね、今度ゆっくりお話するからちょっと置いといてくれと。でもこのグラフィックはでもすごい本当にいいですよね。でキャラのビジュアルだけじゃなくて、そのキャラに合う全体のグラフィック、背景とかも含めて、ね、かなり綺麗に丁寧に描かれているなという印象を受けております。ゲームプレイする上で正直そのキャラとかグラフィックの魅力ってとっても重要ではあるんですよ。重要だけれども豪華である必要はないね。丁寧であるかどうかとか、魅力を感じるかどうかっていうのはまた別の要素なんじゃないかなと思ってます。で、このゲームはもうパッケージ見た段階でもちょっと魅力を感じますし、トレーラー見てね、その見た瞬間にね、わ、いいなって魅力を感じる何かがあるなと思ってます。ね、言い過ぎかな。これ言い過ぎかな。そしてビジュアルがいいっていうのはもちろんなんですけども、このゲームのね、システムも非常に魅力的に感じてますね。このゲームは 2D の、横から見たサイドビューとか言われてもしますけれども、2D のアクションになっておりまして、おそらくメトロイドバニアって呼ばれる探索型のアクションになってるんだろうなといったところです。そしてさらにこのゲーム、そのね、2D のアクションだけではなくて、米作りのシミュレーションが合体してるということなんですよ。これが、その2つが合わさっているっていうことがこのゲームのバックボーンといいますか、なんか世界観全てをですね、ユニークなものにしてるなっていう感じがしております。
で主人公はですね、北条神サクナ、神様なんですね。で神様なんですけど、この主人公はですね、まあ、ぐうたらな神様だそうでして、でとある失態を犯した罰として鬼の住む島を人間たちと共に調査することになるっていうのがこのゲームの始まりということですね。まあ北条神なのでお米が力になっていくんですよ。でこのゲームではさっきも申し上げた通り米作りとシミュレーションみたいなものも、ゲームの中に入っているんですけども、この稲作のですね工程が非常に細かくゲームで必要になってくるんですよね。出来上がったお米によって主人公はパワーアップしていくんです。これすごいいいシステムだよね。まあ、このゲームの中の稲作が実際に自分でねキャラを動かしてこうやって耕したりするのかどうかはちょっとね見る限りは分かんないですけれども、なんか稲作をするって押したらもう勝手にあとなんか自動で行われて見てるだけなのかどうかは分かんないんですけれども、まあ、このシステム自体がちょっとゲームを面白くしてるなと思います。でこの稲作の工程が非常に細かく作られておりましてね、種もみの選別から始まり田起こし田植え収穫脱穀それ以外にも工程があるみたいなんですけれども、まあ、そういった非常に幅広い作業がありまして、なんかわかんないんだけどお米のありがたみ感じちゃいそうな出来のゲームになっておりますよね。で収穫したお米によって主人公がパワーアップして、パワーアップした先何をするかって言ったらダンジョンを探索するわけですよね。でそこからアクションパートになるんですけれども、アクションはね結構爽快な感じに見えますね。コンボアクションになっているみたいなんですけれども、ちなみに武器は農具を使うそうですねそこもまたねちょっと良かったりするんですけれどもね。で主人公の見た目も装備なんかで多分変わるんじゃないかなっていうところが、見て取れます。羽衣を使ってなんかこう移動したり、鬼を投げ飛ばしたりもできるみたいです。これも楽しそうなんだよね。探索しながらぬるぬる動いて爽快に敵を倒せるってすっげー楽しいと思うんだよね。だけどその 2D のダンジョンはそこそこ難しくあっても欲しいなと思うんでね、難しくあればあるほどお米を作って主人公をパワーアップさせる楽しみっていうのができてくると思うので、まあ、そういったバランスに関しては出来上がりを見てみないとちょっとわからないとは思うんですけれども、でもおそらくねお米でパワーアップっていうシステムを入れてるからにはやっぱりねそんな感じに出来上がってくるんじゃないかなとちょっと思っております。でダンジョンを探索していくと素材を手に入れることができると。でその素材を手に入れることで農具を作ることもできるみたいですね。でその農具を作るとですね、こう農作業が楽になったり、さらには強力な装備として持っていくこともできるみたいなんですよね。もうねだからゲームのねシステムが全部無駄なく一つにつながってるんですよね。これねめちゃくちゃ面白そうですよね。でこういったの 2D のメトロイドバニアっぽいゲームだとなんかちょっとね、やり込み要素的なものがどうなってくるのかなみたいなものも気になってはきちゃうと思うんですよね。ぶっちゃけこの手のシングルプレイのゲームだってさ、ストーリーが終わった後も楽しみたいわけじゃないですかね。ただその辺の部分に関してもやっぱり発売されてみないとわからないところもあるかもしれませんけれども、まあ、さっき言った通りお米作ったりね、お米作ってパワーアップさせて探索して、でもその時点でもうすでにちょっとやり込みにつながっていきそうな感じは十分にあるかなと思います。いやでもこれインディーのゲームっていうことも考えると、例えばさ、ハクスラ系のゲームだと手に入れた装備同じ装備でもそれぞれ能力がね、ランダムでついてきてたりとか、そういうハクスラ的な楽しみがあったりするとね、クリアした後もね黙々とアクション遊び続けたりとかって続きそうだけれども、そこまで作り込めるかって言われたらちょっと難しいところもあるよね。まあグラフィックとか稲作要素かなり作り込んでるようにも見えるので、まあ逆にねなんかそんな装備集めまでめちゃくちゃ作り込んできたら100点超えて120点のゲームになっちゃうわなってちょっと感じております。まあでもやり込み要素ってさ、プレイヤー側がさ自分でなんか設定することもできるよね。いや変な話、そのスピードランとかさ、いかに早くステージを攻略できるかとかさ、ノーダメージでいけるかどうかとかさね、まあそんな遊び方もできるかどうかはゲームのバランスによってくるところもあると思いますので、まあちょっとねその辺は、まあ、楽しみに待ちたいところだななんていうふうには思っております。というわけで天水のサクナ姫に私はめちゃくちゃ魅力を感じていると
いうところですね。間違いなく購入する一本になっちゃいましたといったところなんですけれども、皆さんはどのように感じましたでしょうかといったところですね。いやでもビジュアル本当いいよね。ビジュアル本当いいよね。なんかすごい魅力的だなと思っております。いやこのエーデルワイスっていうで、インディーの開発会社なんですけれども、過去にもね何本かゲームをね作っているみたいなんですけれども、今回の天水のサクナ姫が、まあ、やたら急にクオリティ自体はグンと上がってるような感じはするんですけれども、なんかねシューティングゲームみたいなのとかも作ってて、それもそれでね結構魅力的な感じのタイトルだったりするんですよね。グラフィックとかも丁寧に作られてるなっていう感じはその頃から変わらないのかなと思います。任天堂ダイレクトミニの中で取り上げられるぐらいですから、ゲームの作りクオリティ自体も結構注目されていると思っていいんじゃないかなと思っております。というわけで今日の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。では皆さんまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね、気になったゲームがあったらまたこんな感じでご紹介させていただきます。今日の一言、お米は噛めば噛むほど味がしてくる。